Shen Yun performed at the J:COM Hall in Hachioji, Japan. The company uses innovative backdrops in tandem with classical Chinese dance, music, and costume to take theatergoers on an immersive journey through 5,000 years of Chinese history. の古典舞踊というのを初めて拝見したんですけれども、もう本当にレベルが、もう踊りもそうですし、もう舞台芸術として本当にこんなに素晴らしいものをなぜ今まで見ていなかったのかという、スケールの大きな動きだったりアクロバットとか、やっぱりなんか引き込まれる部分がたくさんあったので、やっぱなんか、ね、皆さんへのエネルギッシュをいただいたから元気になりました。本当にやっぱ生はいいですよね。ダンスとそれからなんていうか、生のそのクラシック系の楽器がマッチングして、ぴったりこう息が合ってるというか。 Shen Yun's mission is to bring back China's rich heritage that is deeply rooted in spirituality. These values were lost since the Chinese Communist Party came to power. でやっぱりなんだろう、すごい伝わったのは、心が踊ってる感じてるから、体がそれが表現が出てるっていうのが、中の演目でやはり現体制に対するね、いろいろこう思いとかですね、そういう中でやっぱりこう自由、あるいはそのこう自分たちの思いというものをこう出してくるところが、やっぱこうナレーションがない中であれをこう踊りの中とかね、ストーリーの中で出していくっていうのは非常にこう感動しましたね。京都伝統文化のいろいろ民族の方がいらっしゃって、でそれぞれに歴史を持ってて、まあ、文化も持ってらっしゃるんで、まあ、それぞれに大切にしていただきたいというふうに思いますね。NTD News, 八王子、Japan.